今日来られている皆様の中にお子様がおられる方、そうでない方、いろんな方はいらっしゃると思いますけれども、プロレスを通じて社会に、そして小さな命に貢献するということは、これは国境を越えて、政治の会派を越えて大事なことだと感じております。今日の大会をコロナの中で開催をされるために尽力された関係者の皆様に、来賓を代表して心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。で、実は今日この会場に、私の大変尊敬する格闘家で、そして私の個人的な友人でもあります前田明さん、来ていただきました。前田明さんと、それからもう一人私の親友でありますパンクラスの福井 COO、2人ここにお呼びしておりますので、ぜひこのリングに上がっていただいて、激励の言葉を一言いただきたいと思っております。それでは前田明さん、福井さん、どうぞ。じゃあ前田さん、今日はありがとうございます。一言よろしくお願いします。このコロナ騒ぎの中、こうやってですね、そのこの猛暑の中ですね、この JWE のテレビクロス参集いただきまして、本当にありがとうございます。今、ホスピス、その子供向けのホスピスっていうのを聞いてですね、ちょっと一瞬、ここをおっしゃったりとかしますけど、本当に、そういう最後のですね、場を、横浜にですね、みんな力で、作っていることですね。藤野うまいとは言うんですけど、自分は実際に自分の父はですね、昔、67歳の時ですかね、肝がんで余命3ヶ月と言われまして、でそこからですね、まあ、いろいろ、走り回っていろいろしてですね、それから、うちの父親は、まあ、奇跡の回復をしてですね、まあ、最後は84歳で、また、亡くなってしまったんですけど、まあ、そういうこともありますんで、まあ、昨日のがんとか免疫とかいろいろですね、人間はワクワクするようなものを見てですね、で毎日朗らかにこう、いかに笑う、そういうような精神状態にすると、免疫が一番最高に上がるんだと、っていうのを自分聞いてまして、でそれからもう、順調には毎日落語だとか、好きな同居だとかいろいろ聞かれて、で、なんか中の前で覚えたりとかしてですね、がんっていうのをちょっとあまり意識させないしながらですね、まあ、食事を、まあ、食べ物かだからですね、まあ、食事を食べられているうちに、まあ、がんの進行が止まって、そしてだんだん小さくなっていってるっていう、まあ、経験に再現してます。だからまあ一応名前はホスピスなんですが、まあ、その場所でですね、そういう、実際にがんが、まあ、医者に切り替えできるようなこう寛解っていうので奇跡の、回復っていうのが実際にあるもんですから、そういう場にですねしてほしいですね、まあ、ホスピスではなくてですね、本当復帰の場、で子供はですね、よく若い人の子供は新陳代謝がいいんで悪化するのは早いと医者はいいんですけど、それ逆を返せば良くなるのも早いんですね。パッと何かチェンジした時に、ね、良くなる力も早い強いっていうのがあるんで、それを忘れずに、やっていけるような施設になったらいいなと思います。
当皆さん、このチャリティーご協力本当にありがとうございました。感謝します。ありがとうございました。それでは以上をもちまして大会記念セレモニーを終了いたします。皆様どうもありがとうございました。